何やらお仕事をしている様子のくまモンと、そこに緊急通報が。くまモンのお仕事シリーズ、今回やってきたのは熊本県防災消防航空センター。ここではヘリコプターの機動力を生かし、上空からの消火、救急、救助活動を行っています。早速くまモンも救助活動にチャレンジ。まずは室内で手順を学びます。2人で確認し合いながら、隊員が OK だったら、ということで実際にヘリコプターを使った救助訓練に参加。出動は常に人命に関わるため、装着も時間との勝負。ヘリに乗り込む前に隊長の指示のもと装備の最終確認。一つでも不備があると命に関わります。入念にチェック。点検報告。いざヘリで現場に急行。くまモンは地上で要救助者の救助をサポートする。しに行こう。今回のミッションはヘリコプターを使った要救助者の救助。上空30メートルからロープを使い、隊員が要救助者のもとへ降下。救助用ハーネスを取り付け、ヘリコプターへと引き上げます。くまモンは地上でヘリコプターを誘導、要救助者の引き上げをサポートします。ヘリの風圧に耐え、命を救うことはできるのか。地上30メートルはビルの10階に相当する高さ。そして熊本城の天守閣と同じ高さでもあります。そんな高所から人命救助へ、いざ降下。ここからは素早く救助用ハーネスを装着し、引き上げなければいけません。頑張れくまモン。引き上げ開始。無事救助成功。やりきったね、クマも。命を救いました。やったぞ、クマも。救助したぞ。どうですか、クマモンの救助ぶりは。すごく良かったです。助かりました。見事任務完了。クマモンありがとう。最高。ナイス誘導。隊員としてお仕事できますかね、クマモン。もう少し頑張ろう。隊員の皆さんは訓練の後毎回反省会を行い、救助の精度を上げています。日々訓練をしている隊員の皆さんに興味津々のくまモン。お仕事について教えてもらっているようです。熊本県のこのヘリコプターひばりは、上で大きく回っているこの羽
ローターっていうんですけども、これで前に進んだり後ろに進んだり左右そして上下も進みます。この羽の大きさは直径約12メートルあって、この機体の重さ 4.3 トン、これを全てこの羽で釣ってるんですよ。そのヘリコプターはね、フランス製のヘリコプターなんです。でこちらにあるこの黒い塊、これで救助をするんですね。ホイストといって人や荷物を釣ることができます。重さはね、270キロぐらい釣ることができます。やりがいは県民の命を守る、そしてヘリコプターでしかできない救助、これを精一杯やれることがやりがいだよ。こちらは実際の救助活動を記録した貴重な映像。ガブヤン回転させて R1 からヘリピックアップ準備完了です。指示願います。登山者が山で遭難、発見時には1週間が経過していた。かなり衰弱し危険な状態。要救助者であっては足の痛みを訴えている。現在収容に注意がある。気流が不安定な山岳地帯、隊員たちの懸命な救助活動。無事救出成功、なんとか一命を取り留めた。熊本航空センターのお仕事はどうでしたか？